肉の町、三重県は松阪市。私たちが世界に誇るは肉の芸術品、松阪牛。ん？つるつるうどん？ん？カレーうどん？そうなんです。松阪市にはカレーうどんを提供するお店が、老舗のお店をはじめカレーうどんの専門店まで多くあるんです。市民に愛されている証拠ですね。ということで、うちの一品第6弾はカレーうどんをご紹介します。ナレーションは私、松阪市ブランド大使の中川静香がお送りします。さあ、今回ご紹介するお店はこちら、松阪市陽地町にある168食堂さんです。168食堂さんは昭和60年から営んできたうどん屋さんが、2020年に食堂カフェとして生まれ変わりました。日替わり定食にもうどんがつき、先代からのうどんの味を引き継いでいます。店内にはカウンターと座敷があり、若者から家族連れまでたくさんのお客さんでにぎわいます。さあ、そんな168食堂さんのうちの一品ご紹介いただきましょう。お待たせしました。168食堂うちの一品カレーうどんです。うわー、美味しそう。うちのカレーうどんは2種類のかつお節で丁寧に取った出汁にスパイシーなカレーを合わせたうどんです。具材には国産黒毛和牛、ネギ、玉ねぎを使っています。出汁の効いたカレーうどんは癖になりますよ。うどんの他にシフォンケーキも販売しています。食事の後にコーヒー、デザートも楽しんでいただけたらと思います。ご来店お待ちしてます。カフェでカレーうどんって意外、ケーキも楽しめるなんて最高。今度女子会したいな。今回ご紹介した168食堂さん、所在地、営業時間、定休日はご覧の通りです。ぜひ行ってみてくださいね。